こんにちは、Easy モデラーズルームへようこそ。今回はナックルヘッドのハーレーを作りたいと思います。レベルの古いキットですが、クオリティはひどいものの、嬉しいことに最近再販されました。現代のキットと見比べても遜色もないように作っていきたいと思います。以前イタレリのフラットヘッドをオバースタイルで作りましたが、今回はハーレーファンに人気のあるチョッパーを早速作っていきましょう。半世紀前のレベルのキットが2022年に再生産されました。タイヤもデカールも生きています。部品のクオリティはです。部品の3分の2がメッキで豪華ですが、メッキは全て剥がします。スポークの交換はリムとハブの高さを確かめます。リムとハブの高さが同じ面を基準にします。前回作ったジグにセットして中心を決めます。ハブにスポークを通す穴を開けます。リムにも穴を開けます。スポークを切り取ります。リムを接着して接着跡を消します。リムとハブの塗装は塗装面の強いフィニッシャーのクロームシルバーを使いました。スポークを数本通してニップルで固定します。回転させていびつのないことを確認します。片面が終わったらジグからホイールを取り外して反対のスポークを貼ります。フロントホイールも同様にしてスポークを交換します。フロントはハブの幅がリムからはみ出ているのでスペーサーを変えます。
エンジンはなんちゃってナックルヘッドなのでディテールを追加します。エンジンのフィンを薄く深くします。映像では違いは分かりませんが、目で見ると効果が判断できます。ボルトはすべてウェーブのボルトセット、プラボー、虫ピンと交換します。キックアームのスプリング、クラッチのアーム、ボルト用の穴を開けます。省略されているモールドはプラボーで再現します。プライマリーカバーのボルトも交換します。プッシュロッドのボルトはマイナスなので交換します。クランクケースのボルトも交換です。ポイントカバーのボルトはマイナスボルトです。オイルポンプは省略が激しいのでディテールを追加します。オイルゲージです。マグネットを取り付けるのでジェネレーターは不要だと思うのですが、ライトのバッテリー用として取り付けました。
ロッカーアームカバーのボルトはマイナスボルトに交換です。ロッカーアーム受けにモールドを追加します。ナックルの裏側が空洞なのでプラ板で蓋をします。シリンダーの取り付けボルトを追加します。バルブ用のオイル配管を追加します。ハンダを使いました。ツインの形状をしたキャブレターですが、この資料を見つけることができませんでした。よく似たキャブレターを参照してディテールを追加しました。スロットルバルブのリンクや燃料のパイプ、ドレンと調整コック用の穴を開けます。フューエルインレットとドレンです。一旦塗装してバルブのリンケージをアルミパイプ 0.5 ミリの溶白線蒸しピンで作ります。エンジンはメタリックグレー、グランドブラウンでウォッシングします。チタンゴールド、クロームシルバーでドライブラッシュします。細部を塗装します。プッシュロッドチューブはアルミパイプと真鍮パイプで作りました。シリンダーヘッドに送るオイルラインを溶白線で作ります。分岐はアルミパイプです。
ポイントコンデンサーを紛失したので、マグネ灯をプラ角棒から作りました。ファンネルは短くして金網を取り付けました。キックアームはスプリング、ペダルを切り取ってディテールアップします。ヘッドが折れそうな華奢なフレーム、チェーンテンショナーを追加します。フレームの塗装は銀、クリアオレンジ、クリアレッドで塗装しました。ハーレーのオリジナルの部品は当時のままの状態で取り付けるのがロマンです。錆びていようが、傷があろうが、ヴィンテージ感を大切にします。チョッパーはカスタムなので部品は新旧入り混じっています。エンジンマウントはアルミ板で作り直します。
オイルタンクはメッキを剥がさずに塗装します。バッテリーターミナルとオイルキャップはプラ棒を削って作ります。バッテリーの固定金具はアルミ板です。オイル配管は1ミリのハンダです。バッテリーに配線します。チェーンはコマごとに穴を開けて筋彫りしてディテールを追加します。ホイールにセットしてフレームに取り付けます。シャフトに飾りをつけてオイルブレーキの配管をアルミパイプで作ります。油圧ブレーキのシャフトを両白線に変えてフットレストに穴を開けました。ボルトの追加と筋彫りでディテールアップします。
オイル配管とアームをアルミパイプ、溶白線で作ります。変速アームは溶白線に置き換えます。スタンドにスプリングの取り付けフック、変速アームにボルトを追加しました。クラッチアームはアルミパイプを潰して形を作り追加しました。フィッシュテールのマフラー、マフラーというより煙突です。触媒の部分を切り取り、後輪までの長さに短くしました。マフラーは赤茶色に焼けた塗装を少しオーバーに塗装します。メタリックグレー、グランドブラウンでウェザリングして、クロームシルバーでドライブラシします。プラモデルだと、おそらく1年後には曲がってしまう長さのフロントのフォークです。5.5 センチ短くしました。悲しいことに、スプリングは別部品ではありません。1ミリの溶白線で作ります。車輪受けも異常に大きいので小さくします。スプリングも少し長い気がするので短くしました。
ヘッドライトの部品構成は簡素でチープです。バルブを作りました。ヘッドライトの取り付けステーはアルミ板です。ハンドルも高いので下げました。スロットルはプラパイプを切って追加しました。クラッチレバーは作り直しでミリタリー模型のパーツを流用しました。形を整えてそれらしくできました。フロントのホイールは真鍮パイプをシャフトにします。タンクは流線型に変更しました。最初からバテで作った方が早くて楽だった気がします。模型に限らず分かっていても方向転換は難しいです。塗装はキャプテンアメリカイージーライダー風に塗装しました。メタリックブルーとメタリックレッドに白で塗装です。タンクはリペイントでもキャップはオリジナルを出すために錆びさせます。ビリオニシートはパテで作りました。キットのシートは肉抜きされていて使えません。ハーレーによくある座布団のようなシートにしました。
リアフェンダーにストップランプを取り付けます。ストップランプはジャンク部品から探して利用しました。アルミ板でステーを作り、ガラスはレジンを盛り付けます。1ミリの溶白線とアルミパイプで金具を作ってフェンダーを取り付けます。マフラーとピリオンシートを取り付けます。フロントのフォーク、ハンドルを取り付けます。燃料パイプに着色してタンクを取り付けます。デカールを作ってそれらしく貼ります。完成しました。ぜひ最後まで完成写真を見てください。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の模型でお会いしましょう。